私が特に取り組みたいテーマ政策といたしまして私小学校小学校中学校の PT 会長を10年務めましたその中でやはり子育て支援と教育改革の必要性を感じました出産から保育幼児教育さらには学校教育社会教育障害教育へと一貫した保育教育システムを構築し少子化対策 心豊かでたくましい人間育成に本気で取り組みたいと思いますそして財政の問題今日本の借金は国地を合わせて1000兆円と言われておりますバブル崩壊後のこの失われた20年いろいろと公共投資等でこのような借金になりましたこれを何とかしなければ財政破綻に陥ります プライマリーバランスを赤字ゼロとするそういう目標設定をしこの財政再建に取り組んでいきたいと思いますそして私が地方議員として今まで取り組んできたこの地域主権今までのような明治以来の国の中央集権体制この中央集権から地方分権へと移行していく国と地方の役割分担を 明確にするこの地方文献国家を目指してその実現に向けて取り組みたいと思います。国は外交安全保障そして危機管理またマクロ経済政策に絞り込み国家機能を強化するそして地方は地方政府として自立した自治体経営をしていくこの文献国家を目指して私たち 維新のこれは改革のセンターピンとして今回の選挙に取り組んでいきたいと思っております。